こんにちは、川ポンです。今日は早稲田大学商学部の2021年度の志願者のご紹介をします。2021年の商学部では大きな変更がありました。まず変更前の2020年度の内容を見ましょう。定員が455人で、受験科目は英語80点、国語60点、そして社会科数学の選択科目が60点でした。選択科目は社会も数学も全て得点調整されて、合否判定が下されていました。2021年度は次のようになりました。このようになりました。受験のタイプが2つに分かれ、定員も別々になりました。期歴公民型は定員が355人で、英語80点、国語60点、期歴公民の社会が60点の200点満点となります。数学型は定員が150人で、英語60点、国語60点、数学60点の180点満点となります。英語の配点が低めになっているのも特徴です。それでは実際に志願者はどうなったのでしょうか。見てみましょう。画面の左が変更前の2020年度の情報になります。定員455人に対して志願者は 11,415 人でした。定員を志願者で割った志願倍率は 25.1 倍でした。右が2021年度の情報になります。期歴公民型は定員355人に対して志願者は 8,537 人となり、志願倍率は24倍となっています。それに対して数学型は定員150人に対して志願者は2518人となり、志願倍率は 16.8 倍となりました。志願倍率だけで判断すれば、やはり数学受験の方が有利ということが言えますね。今日は以上になります。ありがとうございました。短めの動画でごめんなさい。